エウメネス2世はアッタロス朝の君主である。アッタロス1世とアポロニスの息子として生まれ、父の後を継ぐと、共和制ローマと協力して、マケドニア王国セレウコス朝がエーゲ海地方に領土を広げるのを阻止し、紀元前190年にマグネシアの戦いでアンティオコス3世を破った。紀元前188年にアパメアの和訳が結ばれると、彼はフリジア、 デュディア、ピシディア、パンフィリア、そしてルキアの一部を同盟国のローマから解放した。後にローマは彼がペルセウスと共謀していると疑い、紀元前167年に弟のアッタロス2世を買収してペルガモン王国の王位を狙わせ、またエウメネス2世の弁明のためのイタリアへの入国を拒否した。エウメネス2世の功績の一つは古代世界で 有数の図書館の一つである、ペルガモン王国の図書館を拡張したことである。彼はまた、アテナイのアクロポリスにエウメネスの中郎を作った。妻のストラトニケは、カッパドキアをアリアラテス四世の娘であり、アッタロス三世の母である。彼らの息子が幼かったため、王位は、弟のアッタロス二世が継ぎ、彼は、未亡人のストラトニケと結婚した。エウメネス二世が描かれた効果。 ありがとうございます。